見た感じ10メートル近かったと思いますけどね、あっち来た時は。最初白い線がさーって聞こえてきたんです。で白い線になって、それがあのテトラポットありますよね、あそこ、はい、あれにぶつかった時にダーンってなって、それでそのままこう波が入ってきて、いろんなところで爆発を起きながらこう波が迫ってきて、その時にもうここにいた車ももうダメだなと思って、もう近くまで来た時にみんながもうクラクション一斉に鳴らして、もういろんなところに逃げ回って、それで飲まれてって、3時33分にうちにかけるんですね、携帯に残って。そんで、うん、津波来たのが何分だろうな、何分か分かんないけど、もうすぐなんですよ、その後にもう新聞見たら。それでもうあと来たら胃弾ですぐに鶴で夜のボタンですね、山を早くしろって煽って、それでもうあの辺登ってあのお墓のあの上の今人立ってますよね、2人。あ、いますね。あそこまで行った時に、2分ぐらいしてかな、2、3分ですぐに波来てギリギリですね。ここに避難してたんですよ。それでここに止まってる車のほとんどは避難してきた人が校庭に止めてたんです。それが乗ってたりして、ほんでみんながみんな中に入ったわけではなくて、それでみんなここのところに止めて車の中で待機してた人もいて、それもみんなやられてしまう津波で。じゃあこの車がそうなんですか。全部そうですね。あとは道路からこう来たのもありますし、みんな爆発してしまったんですよ、校舎にぶつかって波で。あ、これが。はい、それで燃えたって。そうですね、 3日間燃えてました。燃え尽きるまで燃やして消えた感じです、自然と。この辺はもう元通りに全くなんないんで、どこ一つ瓦礫を片付けたら、あとは
全く違う街のような感じですよ。まあ悲しいんだってしょうがねえんで。生きてただけいいと思って。この辺からは海を見て、それで津波が。どのくらいいたんですか、この辺に。ずいぶんいましたよ、もう。ごちゃごちゃいました。もう叫びながら泣いてる人もいれば。みんな自分の、あの、町が飲まれていくのを見てたんです。ああって言いながら。宇治も気になるし、火事も気になるし、そこにいた騒いでた人も気になるし、いろんなことが気になったんで、何回も来てみて、そのうちなんかもうそこで騒いでる人の近くまで火来た時にもう見てられなくて、もう近いですね、すぐそこまでですね。うんうんうん、そこでもう本当燃えてて、そこで声が聞こえますもんね。聞こえましたね、助けだよって。しばらくして来たらもう燃えずなんで、 あの人死んだんだなと思って。